こんにちはゲートチャンネルの牧口です、えー、ゲートチャンネルでは日本でも2015年頃から話題になりつつある不動産テック不動産テクノロジーのですね企業にフォーカスをしてサイトやビジネスモデルを紹介し情報発信していきたいと思います。第1回目のテーマはですねジローです。ジローはアメリカのポータルサイトですね、えー、まあ日本でいうとホームズみたいな、えー、情報 が載っていて物件を検索できるサイトになっていますが2004年設立ですワシントン州のシアトルに本社を構えています元マイクロソフトの役員ですねリチャードバートンが立ち上げたということで、えー、まあアメリカの物件数1億1000万件の物件が掲載されているという巨大なサイトですねでジロのホームページはまあこういった構成になっていますまあアメリカの情報検索サイトではまあ一般的なですね、えー、まあ物件の住所だとかまあジップコードですねこれ郵便番号ですね入れることによって物件を 探すすこととができるいいう構成になっています例えば 3D5 と入れるとですね物件の地図が出てきてその物件の地図,だけ地図に基づいてですね詳細を確認することができるという感じですねでまあアメリカのポータルサイトの特徴はですね日本と違って非常に情報が充実しているというところにありますで、まあ、その物件の概要は当然なんですけれどもその物件のまあ 価格ですね、えー、過去の取引の価格だとか、えー、税金の価格だとか、えーまあ、似たような物件の価格の比較だとかですね、えーまあ、この物件を購入する時のローンですね。 えーまあ、そういったものだとかが、えー、すぐに確認することができるというところが、えーまあ、非常に情報が充実しているところですね。でアメリカの場合は、まあ、学区とかレベあの治安で,です、ね、不動産の価格決まりますので、えーまあ、学校のレベルとかですね、えーまあ、偏差値、レーティングに基づいてです、ね、判断することもできます。でこちらがです、ね、エージェントですね、えー、この物件を扱うことができるブローカー、エージェントのリストが表示されていまして、まあ、この評価軸ですね。えー 保守が5つ書いてありますけど、まあ、この評価に応じてです、ね、この人を信頼できるかどうかということを、購入者、あとは賃貸を借りる人ですね、判断できるというところになっています。 次郎の特徴は、ですね、このゼスティメントという独自の評価手法を用いているところです。でアメリカも日本と同じようにですね、えー、不動産の価格の決定のプロセスというのはまあちょっと透明性がないというふうな、まあ、不安を感じられている人も多いようで,で、まあ、不動産鑑定人だとかブローカーの言うことをそのまま信じられないと。でまあゼえー、ジロはですね、えーまあ、不動産の価格 をえーまあ、固定資産税の評価額だとか、えーまあ、過去の納税履歴だとか、まあ、そういったデータからです、ね、推計するという、こういう独自のゼスティメートという、えー、指標を用いています。ゼ、えー、<laughs> スティメート・ホーム・バリエーションで言うと、ゼロ・ゼスティメート・マーケット・バリューという形ですね。でまあ、そういった、えー、独自の評価指標に基づいてです、ねえー、価格査定をするというところが、えーまあ、一つ特徴になっています。 g ジロ自体はですね、えーまあ、非常に巨大なポータルサイトではありますが、まあ、アメリカの方ではですね似たようなビジネスモデルの会社はまあ数多くあります、えーまあ、リアダタ・ドット・コムとかですねトゥルーリアだとかあとはレッドフィンですね。でジロはトゥルーリアの方を買収したということでですね、えーまあ、2つのサイトを合わせてですね巨大な集客を誇っているサイトになっていますが、まあ、レッドフィンの方がまが今、最近ですね実力をつけてきているというか ユニークザ獲得し,しているので、まあジローはもう終わったんじゃないかなみたいな話もありますけれども、えー、まあ、多くのですね不動産テクノロジーがまあ、ジローをですねベンチマークにしてですねビジネスモデルを拡大してきているというのがまあ間違いない事実だと思います、えー。それでは第1回目のゲートチャンネルは終了させていただきます。今後もですね日本だけではなくて世界各国の不動産テクノロジーの会社の情報をですね発信していきたいと思います。